証券コード7814日本総発グループは印刷事業を中学とし専門領域としてデジタルコンテンツ開発プロダクト開発セールスプロモーション開発という事業領域とこれらを支えるクリエイティブ部門を持つ作る力が集まったプロフェッショナルグループ。 と企業ホームページで紹介されていますそれぞれの領域でベストを尽くしクライアントの課題解決要望に応え各領域を横断し豊富なノウハウと高い製造技術を合わせた新しい価値を提供しているようです「権利確定日」は3月6月9月12月そう僕の大好きな四半期配当銘柄です気になる現在の株価こちらです 現在株価急上昇中です。下がったところで買い増し作戦、上がったところでちょいちょいとまあ利確しています。これを繰り返しながら、まあ、常にね、僕はあの100株のみは必ず所有して、まあ、3ヶ月ごとに権利確定日を迎えてるっていう感じです。とってもね、お気に入りの銘柄の一つになります。では早速、開けてみたいと思います。 中にはもう何も入ってません。中には、1、2、3、4、5。5つの書類が入ってました。まずはこちら。マイナンバーの届け出に関するお知らせですね。こちらいつも通り割愛します。そしてこちら。第6回定時株主総会決議ご通知です。無事に株主総会が終了したようです。そしてこちら。株主通信ですね。企業レポートになります。 ちょっと会社の紹介も含めご紹介しますとここ上野駅で上野駅からすぐですねここに日本総発グループがあるみたいです地図こんな感じで分かりやすいですねそしてこちらとこちらですじゃーん期末配当金計算書です所有株数は100株1株当たり2.5円配当金額250円所得税住民税が引かれ僕が受け取る配当額は 200円です。かわいいですね。そしてこちら、期末配当金領収書を郵便局に持って行って、ここに印鑑を押して、この200円、ちょっとだけですけど、いただいちゃいます。もう4月ですね。最近ね、あの通知が溜まってて、収録が追いつかずに、3月分を急いでこう撮影しているんですけども、今日はね、入社式とか行われているんですかね。電車の中でフレッシュマン見かけると、応援したくなりますよね。そんなね、社会と隔離された筆記の僕ですが、まあね、今日もね、 というからも日々フレッシュな気持ちで毎日頑張っています気のせいかねまあ権利落ち語だからなのか最近ね株価良い意味でも悪い意味でも結構安定はしてきてますよね次は4月5月に向けてまああのターゲットとしている銘柄は少ないんですけどもリートもいくつか組み入れてしっかり保有したいと思います以上今日もハッピーなカズでした See you!